どうもこんにちは。今回はアメリカの中で電気自動車の販売ですが突出しているカリフォルニアにおいて、なんと電気自動車オーナーの 20% がその電気自動車の所有を諦めて内燃機関車に戻ってしまっているというデータが判明してしまいましたが、電気自動車の普及を可能にする唯一にして最も不可欠なポイントを改めて解説していきたいと思います。まず今回の調査結果に関してですが、科学雑誌であるネイチャーエナジーに掲載された論文となっていて、カリフォルニア大学の研究チームがカリフォルニアに在住している2012年から2018年に電気自動車を購入していた4000もの家庭に調査した結果となっていて、この結果から新たに分かった5つの真実というのが、まずは電気を充電することができるバッテリーとともに既存のガソリンエンジンも搭載し、両方併用して走行することができるプラグインハイブリッド車を所有している 20% のオーナーが、その次に購入した車両がプラグインハイブリッド車ではなく既存の内燃機関車に戻ってしまい、さらに日産リーフやテスラのような搭載された大容量のバッテリーに充電して貯められた電力のみで走行することができる完全な電気自動車を所有しているオーナーの 18% が、同じく次に購入した車両が電気自動車ではなく既存の内燃機関車に戻ってしまっていたということなのです。さらにその電気自動車の所有継続を断念してしまう理由として挙げられるのが、充電インフラの利便性の低さとなっていて、特に家庭に 200V の普通充電器を設置することができないオーナーであったり、さらにその車両を複数所有せず、おそらくその1台の電気自動車のみで運用しなければならないオーナーであったり、また男性でないオーナーの場合の方がその電気自動車の所有継続を断念する傾向が強かったということだそうです。まずはじめに今回明らかになった5つの事実について、やはりデータとしてはっきりとしてきた最も重要なポイントというのが、一部の電気自動車乗りがよく口にする一度電気自動車に乗り換えてしまえばもう内燃機関車に戻ることはできないという主張というのは全員には当てはまらなかったという事実であり、特にその 20% 近く、つまり電気自動車オーナーの5人に1人が内燃機関車に戻ってしまっているという数値は想像以上に大きいと感じますし、電気自動車を推進するというポジションとしては自戒の念を込めてこのような事実についても同時に発信していく必要はあるかとは思います。ちなみに私自身についてはおそらくご存知かとは思いますが、免許を取得してから電気自動車しか所有したことのないまさに EV ネイティブ世代の第一世代であり、そもそも論として内燃機関車に戻るという概念を理解することが不可能ですので、特に今回の調査結果についてはまさに新たな発見として個人的に興味深いデータであるとは感じています。また今回新たに明らかになった5つの事実について、特にその内燃機関車に戻ってしまった理由なのですが、こちらは多くの皆さんの想像通り電気自動車においてマストとなる充電インフラがしっかりと整備されていないことによる利便性の低さがネックとなっていることは明らかでありますが、むしろ逆に多くの方が誤解してしまっているであろう点として、皆さんが一般的に想像するであろう街中などにある急速充電インフラについては、その普及状況がどうであろうと関係がないという点が重要であり、今回の論文を執筆した研究者に関してもその調査結果から公共の急速充電器の普及状況が電気自動車の所有を続けるかどうかの決定要因とはなり得ず、したがって今回のような自宅で充電することができないことによって不便を感じ、結局電気自動車の所有継続を諦めてしまったオーナーを今後電気自動車の所有に引き戻すために公共の充電器に投資するという手法は正しくないとも結論付けているのです。そして今回の論文において特に強調して説明されている点というのが、自宅で充電するための設備を整えることができていない電気自動車オーナーによるその電気自動車への利便性の感じ方が明らかに変わってしまうという点もポイントであり、今回の研究者についてもやはり自宅で充電するという手法が最もよく使用され、最も経済的であり、そして最も利便性が高いとも結論付けていますので、その自宅で充電するという環境をいかに整備しやすくするかをより真剣に議論していかなければならないとも結論付けています。ここまで聞いて電気自動車の運用方法で不思議に思った方もいらっしゃるかもしれませんが、そもそも電気自動車を所有されたことがない方ですとなかなかイメージしづらい部分であるとは思いますが、電気自動車の充電というのは街中にある充電器を使用して数十分間で充電するというような運用方法ではなく、自宅やそれに準ずるところで充電するという運用方法が重要であり、前者のイメージですと既存のガソリン車をはじめとする内燃機関車と比較してもガソリン車は
5分以内でガソリン補給が完了するのに、電気自動車は充電に数十分もかかってしまうので、暇人が使うおもちゃであるという捉え方になってしまうのですが、後者の自宅充電をはじめとする基礎充電という運用方法を採用することによって、帰宅後電気自動車に充電プラグをプラグインして、翌朝の出発時にはほぼ満タンという状態で出発という運用方法となり、したがって確かに前者の運用方法の場合は充電に時間がかかってしまうというイメージは間違ってはいないのですが、後者の基礎充電という運用方法であれば、もはやガソリン車に定期的にガソリンを補給しに行くという作業すら煩わしいと感じてしまうほど、圧倒的な利便性を実現することができてしまうのです。ちなみに今回の論文においても指摘されている 240V のレベル2充電とは何なのかについてですが、こちらはアメリカ市場において自宅内で使用できる電圧が 120V のレベル1充電であるのですが、その電圧を簡易的な工事によって倍の 240V にまで高めることができ、その分充電時間を半分に短縮することができ、よって最低でも 3kW、 その契約電流量の上限の設定や専用の充電器を用意することができれば、アメリカ市場では最大で 19.2kW、 ヨーロッパ市場においては最大 22kW という出力を許容することができますので、例えば私の所有している現行型の日産リーフを空の状態から満充電まで充電する場合、そのレベル2充電器の最低出力である 3kW の充電器ではおおむね13時間程度もあれば満タンまで充電することができ、まさに先ほど説明したように帰宅後プラグインして翌朝の出発時にはほぼ満タンの状態で出発することができてしまうのです。ちなみに我々日本市場においては基本的には 100V、 そして海外市場と全く同様に簡易的な工事、特に 3kW というレベル2充電器の最低出力であれば、家の配線状況によっては何度5万円程度で設置工事を完了させることもできてしまい、実際問題として例えばリーフを新車で購入しようとした場合、一部ディーラーによってはその工事費も実質負担してくれるというようなサービスまで行っているくらいですので、いずれにしてもそのレベル2充電器を自宅に設置するということはそれほどハードルが高いことではないのです。ただしやはり一軒家に住んでいる方にとっては、この自宅に充電器を設置するという基礎充電の環境を構築することは皆さんが想像する以上に容易なことであるということはお分かりいただけたと思いますが、それと同時に今回の論文においても言及がありますが、やはり集合住宅に住んでいる方にとっては自分の所有している駐車場ではないために、むやみやたら勝手に基礎充電環境を整えることができないという点も重要であり、特に我々日本市場においては確かに一軒家の割合が過半数を超えてはいますが、それでも集合住宅に住んでいる割合も 42.4% と4割以上を占めていますので、つまりこれらの4割の層に対していかに基礎充電環境を楽に整備させることができるのかが、日本の電動化をさらに一般的にする重要な点となり得るのです。そしてようやくその集合住宅向けの基礎充電設置に対するソリューションを提供するスタートアップが立ち上がり始めてもいて、例えばユアスタンドという企業ではすでに多数の集合住宅向けの充電器設置の実績が存在し、特に特筆すべきは最初の相談から最終的な設置、さらには最終的に設置された充電器をスムーズに運用するためのアプリケーションに至るまで全てワンストップでサービスを提供することができているという点であり、その中でも非常に煩わしい工程である大家やマンションの理事会への充電器設置の提案や承認を受けるまでの交渉までも引き受けてくれるということですので、そのような交渉ごとが面倒くさいという方についても非常に有益なソリューションを提供していると思います。また機械式駐車場などの設置などに関しても、そのユアスタンドでもすでに複数の導入実績が存在しながら、さらにこのように充電ケーブルをつなぐことができるというような充電設備も提供されていたりと、もちろんそのような様々なケースを万能に対応するような基礎充電環境を構築するメーカーがまだまだ少ないという状況でありますが、しかしながら確実にその新規参入も進んできてもいますので、今後の電気自動車の盛り上がりとともに、特にその集合住宅に住む4割の日本人に対して電気自動車において不可欠でありながらゲームチェンジャーとも呼べるその基礎充電環境をより簡単に整備できるように、より切磋琢磨を期待したいとは思います。したがって本チャンネルにおいては当初から一貫した立場を表明していますが、電気自動車を推進するポジションであるものの、残念ながら特に我々日本市場においてはその中央住宅に居住している4割の方々には電気自動車の購入を積極的に推進しないという立場を取っていて、
これを説明すると、それを含めて電気自動車の運用方法を紹介していくべきだろうだったり、やれ電気自動車にネガティブだ、 EV ネガティブだと揶揄されますが、個人的には現状の発展途上の状態で特に集合住宅に住んでいる層に対して電気自動車の購入を推進し、そして基礎充電環境を整備できずに結果的に電気自動車の運用の利便性の悪さに嫌気がさし、最終的にまさに今回の論文のようにまた内燃機関車に回帰してしまう、しかも電気自動車に対してネガティブな印象を植え付けてしまうという方がよっぽど無責任な電気自動車推進活動となりますので、繰り返しとはなりますが、いまだに切磋琢磨が行われている状況であり、発展途上である集合住宅済みの電気自動車所有については本チャンネルは積極的にお勧めしていないということなのです。よって本チャンネルにおいては選択と集中理論に基づいて、その4割の集合住宅に在住している方に電気自動車を積極的に推進せずに、逆に過半数を占め、すぐにでも自宅に基礎充電環境を整えることが可能な一軒家に住んでいる方に対して、より手厚くその基礎充電環境の整備をはじめとして電気自動車に対する支援を行うべきであるという持論を展開し、さらにそのような一軒家のオーナーが電気自動車の運用で唯一困る部分である長距離移動における高速道路上の急速充電インフラの拡充についても、その一軒家オーナーの利便性を最大化させるために最も注力すべきであると説明しているわけで、こちらも全く同様に、もちろん集合住宅に住んでいるオーナーのために街中の急速充電器の拡充も進めたいのは山々ではあるのですが、やはりその集合住宅に向けた基礎充電環境の整備を請け負う会社が成熟しきるのにはまだ時間がかかるということを考慮すると、選択と集中理論に基づいてまずは一軒家オーナーに向けた優遇措置を推進することが日本市場の電動化を長期的に見て最も合理的に進めることができる優先順位の付け方なのではないかということですね。いずれにしても今回研究結果によって明らかとなってしまった電気自動車ユーザーの 20% 近くが次の車両で電気自動車を選択せずに内燃機関車に戻ってしまっていたというデータについては、やはりその脆弱な充電インフラ、それは街中の急速充電インフラではなく自宅における基礎充電環境が整備できていないことによるものであると結論付けられています。もちろんそもそも論として今回のデータについては2012年から2018年までに計測されたデータである、すでに最新の電気自動車が次々とラインナップされ、しかもその基礎充電環境の構築も格段に敷居が低くなっているはずである2021年現時点のデータを取ったら、おそらくこの数値は大きく減少していると感じる一方で、それでも特に注力して改善していかなければならないのが基礎充電環境整備への支援であり、特に莫大な投資を行う余裕がない我々日本市場に関しては、すでに基礎充電環境を比較的容易に整えることができる一軒家オーナーに集中して支援をすべきであり、だからこそその一軒家オーナーが電気自動車をストレスなく運用するための最後の障壁でもある高速道路上の急速充電インフラを街中の充電インフラの拡充の前に集中して取り組むべきという、充電インフラ整備における選択と集中作戦を大胆に実行していく必要があるのではないでしょうか。いってらっしゃい。